はい、皆さんこんにちは、加用真里乃でございます。少し、ね、前の話になるんですけれども、今年の司法試験の合格発表がございました。で今年はですね、3424人が、受験をされまして、1421人の方が合格されたということで、前年比マイナス29人ということで、合格率は 41.5% という結果になりました。で合格率だけで見るとですね、過去最高の、合格率となっているんですが、この受験者数3424人というのはね、非常に、少ないんですね。2012年当時はですね、8000人以上の受験者数がいましたので、今回の3424人というのはかなりですね、絶望的な数字となってきているのかなというふうに、見受けられます。で司法改革で、放送人口を増やそうとなった時にいろいろ改革を、行いまして、毎年、司法試験の合格者数3000人ほど誕生させていこうというふうに、やってきたんですけれども、増えすぎてしまって、皆さんもご存知の通り、弁護士増えすぎだよねと。で仕事がないとか、そういった社会問題にもなりまして、2015年にはですね、合格者数を毎年1500人に絞ろうという、そういった風になりました。ですけれども、今年の合格者数も見ていただけたら分かるように、1500人にも達しない、目標を定めたその1500人にも達しないという状況になってしまっているんですね。でここまでですね、弁護士が増えないというのは本当に危機的なことだというふうに私は思っております。で、なんで増加しないのかというと、原因は当然ね、いろいろあると思います。ネガティブな、イメージがついてしまったというのも当然一つだと思いますし、あとはですね、日本の社会構造そのものがですね、やはり適していないんじゃないかということは、昔から言われているのであると思います。訴訟社会ではないんですよね、やはり日本というのは。アメリカのようにですね、何かあったらすぐ訴訟みたいな、そういう社会にどうしてもなっていかないというのがありまして、そういう社会じゃないにもかかわらず、弁護士の、人数を増やした、結果、ちょっとね、どうしたらいいか分からない状況にまで来てしまっているというところが、あるんじゃないかと。あとですね、既存のやはり弁護士資格を持っている、司法試験ですね、そういった、資格を持っている方の、から見ればですね、当然これ以上人数増やしてほしくないわけですから、そういった既得権益というのも、関係してるんじゃないかと。まさに規制改革というところであると思うんですが、どうしてもね、その実際 の日本の社会とこの司法改革というのが馴染んでいかないというところで、というところがあります。はい。で、その司法を、弁護士になりたいという方が、減っていく一方で、その背景にはですね、当然、司法書士の関西代理店とか、いろいろ本当にあると思います、ね。でだからといってね、当然ね、そういった人たちを攻撃しても全く意味がないわけで、当然民間の、方の、参入というのもありますし、その中で修行というのはこれからどうあるべきかというのは、やはりみんな考えていかなければならないことですから、他者に、仕事を奪われたとか、そういったことでは、決してないんじゃないかと思っています。そんなことで言ったら、他の資格試験にも言えることだと思いますから、そういったことではなく、やはりちょっとこの、弁護士になりたいというそういった人気がない中で、今後弁護士が、増えていく、そういった打開方法はあるのかどうかちょっと分かりませんけれども、なんといってもですね、今年の1421人の合格者、これはね、本当に残念な数字だなというふうには思いました。はい。そんな感じで、またね、弁護士人気が復活することはあるのか分かりませんけれども、やはりこう弁護士になりたいとか、そういったのを目指していきたいというふうに思えるようなですね、取り組みというのは事業が行っていくべきことだと思いますので、なんとかね、来年どうなるか分かりませんけれども、この後もですね、合格者っていうのは増えていくと、いいなとは、思っております。はい。ということで、今日はですね、司法試験の合格者、今年も発表されましたので、ちょっと取り上げさせていただきました。合格された方は本当にね、おめでとうございます。はい、ということで皆さん、今日は以上でございます。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。